京林城前駅は、富山県富山市岩瀬池田町にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C38。富山高線の増収を図った、加藤弘明富山機関区長の着想によって、アンケートを実施した結果によりあたり仮上降上の開設が計画され、1959年4月18日に、 金沢鉄道管理局設定の仮乗工場として開業した。その後、国鉄分割民営化に伴い、西日本旅客鉄道に承継され、臨時駅に昇格し、1990年3月10日には営業期路が設定された。国鉄及び西日本旅客鉄道時代には、富山経輪の開催日にのみ、旅客取扱いが行われていた。 富山高線の富山ライトレールへの経営館に伴い2006年3月1日をもって西日本旅客鉄道の駅としては廃止となった。その後2006年4月29日に富山ライトレールの常設駅として再開業した相対式ホーム2面一線を有する地上駅である。富山ライトレール経営館以降は現在まで 無人駅となっているが、西日本旅客鉄道時代には、簡易宅駅として、乗車券の発売を行っていた。鉄骨平屋建て42平米の待合室は1993年6月19日に完成したものである。それまで用いられていた待合室が、老朽化したため、富山県林場の施設所有者であった富山寺所が、事業主体となって、改築に取り掛かった。 総事業費は6500万円で、そのうち2500万円を富山市が負担した。富山県統計年間によると、当駅における、各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りであった。競輪場前借り乗降場に関するカテゴリー、ありがとうございます。